6年ぶりの王座奪回に向けて全勝街道を突っ走る新日鉄が地元大阪のファンの前に姿を見せました。第22回日本バレーボールリーグ男子2回戦総当たりリーグの最終週を迎えました大阪市中央体育館です。新日鉄と NKK の第1セット現在11対10と新日鉄がワンポイントリードしておりましたが、今さらにワンポイントを追加して12対10と2ポイント新日鉄がリードしております。画面の左側が新日鉄、そして右側が日本交換改め NKK です。この試合の解説はミュンヘンオリンピックゴールドメダリスト、そして全日本の監督も務められました中村雄三さんです。中村さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、新日鉄が、まあ、6年ぶり久しぶりの優勝に向けて現在12連勝と好調ですね。はい、調子がいいですね。はい、さあそして今日の相手が、まあ、非常に今リーグ序盤から好調で、あるいは台風の目になるかなと思われた NKK、まあ、なかなか戦力も充実していると思うんですが、はい、今日の試合のポイントですね、はい、どれ辺になりますか。そうですね、新日鉄のですね、高さとパワーのバレー、はい、それから NKK のですね、井上君を中心とした守りの固い、非常につなぎのいい、バレー、この対決ですね。なるほど。さあその井上が今サーブに下がっております。現在12対10です。ブロックが出ました。長身の笠間、ベテランの笠間がブロックを決めて、これで12対11、まあ、序盤は新日鉄がこの第1セットいいかなと思ったんですが、はい、ちょっとここへ来て追いつかれましたね、はい、後半追いつかれましたね、はい、NK のリズムになりましたね、後半は。川田、さあ田中がフォローします。真鍋上げて11番の楠木、今日はよく頑張っております。まあ、その追いつかれた中村さん、原因ですね、はい、どの辺にやりましょうか。ちょっとサーブミスを後半に新日鉄がしました ね、 そ, うですね、その隙を突かれましたね、はい、前半は NKK の方がサーブミスを多発しましたね、はい、これでリズムが狂っておりましたけど、後半はその新日鉄のサーブミスからリズムが崩れましたね。そうですね、うん、さあ新日鉄田中幹康プレイングマネージャー、今メンバーチェンジを NKK が行おうとしておりますが、澤田と戸塚を今変えようというところだったんですが、今主審の山岸則夫さんが、さっき変わってんでしょ、だから事例なんです、警告です、警告です、タイミングが遅かったんですよね。あ、そうですか、はい、指示のタイミングが遅いんです、そのまま澤、田がサーブに下がっております。現在ワンポイント差、澤田のジャンピングサーブです。これが長すぎた。澤田は4年目です。順天堂大学の出身です。そしてサーバー江原、バックアタック井上、これですよね。得意のバックアタックが出ましたね、このバックアタックで新日鉄の守備陣を崩せばいいわけですね、まあ、前回あの大分での1回戦はこの井上をかなりマークしましたですね、マークしましたね、これがかなり成功しておりましたね、はい、上田、これも高い、こちら売り出し中の上田、これは新日鉄の、ね、オリジナルです、高いです。今日本の中でこれだけ高い打点でクイックを打ってくるのはもう上田君しかおりませんね。なるほどね、2年目、昨年は新人賞を取りました上田、しかしすぐに NKK もサーブ権を取り返します。この上田は大阪将来の出身、そしてサーブに下がったのはベテランの笠間、ここも決めてきます上田。昨年より今画面出ましたが、昨年より入りが早いんですよね、はい、あ、さあその上田のジャンピングサーブ、あ、飛んだ、決まりました。この1点は大きいですね、はい、このサーブポイントは大きいです。13点目になりました、まあ、この前の大分の試合でもこの人のサーブから崩したんですよね、はい、このサーブからね、はい、逆転のきっかけをつかみましたから、古川から川端、さあ一方こちらは NKK の売り出し中の川端、高校での2年目、20歳の若者であります、広島工大附属高校の出身。センター真鍋とスタンプバックからいった、これどうだ、ワンタッチありました、楠木、
まあ、先週あたりちょっとこの楠木の調子がもう一つという話だったんですが、はい、ちょっとこうマークされまして、ブロックに引っかかっておりましたけど、今日はねなかなかいいみたいですね。はい、よく打っております。さあ真鍋のサーブです。古川はワンハント右から今度はこういう、ナイスレシーブ、はい、ナイスレシーブです。江原が返します。今日は井上君も調子いいですね。そうですね、バックからの、ね、スパイク、前衛からのスパイクも申し分ありません。顔を見ておりますが気合が入ってますね。入っております。さあ川端がサーブに下がりました。江原、井上が上げます。そして川田、決まりました。追い上げる NKK12 対13です。大阪市中央体育館、大いに沸いてまいりました。田中、プレイングマネージャー田中幹康、3月18日で34歳になります。よく頑張りますよね。すごいですね、この田中のサーブです。プレイングマネージャー、拾います、つなぎます。江原、ワンタッチありました。さあこれで14点目、第1セットのセットポイントであります。鉄人という言葉はこの人のためにあるような感じがします。澤田、この田中拾います。真鍋上げて篠木が待っております。決まった、篠木が決めました。第1セット苦戦しましたが新日鉄15対12、第1セットの新日鉄が15対12で取りました。この放送は解説中村雄三さん、実況担当森本で、大阪市中央体育館から生中継でお送りしています。大阪市中央体育館は今日は2000人の人が列を作りました。12時40分に、開門されております。大詰めを迎えました第22回日本バレーボールリーグ男子、この大阪でいよいよ最終週が行われるということであります。今日の解説はおなじみの中村雄三さんです。中村さん、まあ、今まで富士フィルムが5年間ずっと王座を守り続けていたわけなんですが、その第一候補とおっしゃった新日鉄がこう予想通りこう上がってきましたね。はい、だいぶね、新日鉄を飛ばしてきておりますのでね、はい、非常にこう調子も上げてきております。そうですね、まあ、この今年のリーグですね、新日鉄の好調の原因といいましょうかね、それはどの辺にあると思われますか。はい、やはりこうプレイングマネージャーのですね、田中君が5年間じっくりチームを作ってきましてね、はい、この若い人を指導してきた、それがここに来てやっとこの花が咲いてきたという感じですね。で、まあ、技術的には楠木から上田、君ですね、真鍋、この3本柱が昨年と随分技術的には伸びてきましたね。まあ、現在のところ今日富士が第1試合でストレートで日本電機を破りまして2敗で続いているわけなんですが、明日直接対決があるわけですね。そうですね、この対決でもしね、新日鉄が勝つようなことがありますと9割方ね、そうですね、もう決まると思いますが、まあ、今年から日本リーグは最終順位決定リーグといいまして、上位4チームによります順位決定リーグを再度行うということになりまして、はい、まあ、成績はもちろん持ち越すわけですからね、はい、もちろんたくさん勝っているチームが有利と。そうです、一戦一戦大事ですよね。そうですね、はい、最後だけ頑張ればいいってもんじゃありませんのでね、はい、もう全部加算されますのでね。その決定リーグの方は17日から行われることになっておりますが、さあ第2セットが始まります。コートの右側に今度は新日鉄、そして左側が NKK です。15対12で取りました第1セット。さて NKK は井上のサーブから始まります。第2セットです。速報が出ました。いきなり田中、まあ、この田中もう心技体すべての面で充実してますね。充実しております。もう33歳でこれだけのパワーと気合ですね、はい、本当にこう、これが本当のベテランというんですよ ね。 そうですね、日本のスポーツ界でもですね、ベテランというのはたくさんおりますが、ベテランというのはもう一流の技術を持って、絶え間ない、ね、この努力、そういうもので試合の第一線に行くのがベテランで ね、 そうですね、年だけ取っていくのがベテランじゃありませんね、はい、この試合の解説は
ピンヘンオリンピックゴールドメダリスト、そして、その時の全日本のキャプテンを務められ、後には全日本男子の監督も務められました、中村雄三さんにお願いしております。さあ第2セットは NKK がまずワンポイント、澤田のジャンピングサーブからです。右から榊原、この選手もね、よく今年よく伸びました。非常に榊原君もクイックのタイミング、ブロック非常にいい選手になりました。そうですね。NKK がサーブ権を取り返しました。榊原は7年目であります。名古屋の大東高校の出身。そしてこちら、おなじみの古川、 NKK の古川のサーブで篠木が、古川のナイスレシーブ、小泉、ワンタッチありません、アウト。この小泉が第1セットよく頑張りました。189センチ。そしてサーバーが江原。中村さん、この江原選手が今シーズンなかなかよくやってるんじゃないですか。はい、このいぶし銀のね、こぼれ球をうまく処理するんですよね。はい、試合では派手さはないんですが、この選手はチームの要です。なるほどね、こういう選手がいるチームが強いというふうに言われますかね。はい、そうですね、隠れたね、はい、レースです。実はこの江原君とですね、NKK の古川君は同期生なんですよね。順天堂大学 で、順天堂大学でね、この順天堂大学でね、同期で日本の大学のタイトルもたくさん取っているんですね、2人で。それが双方分かれて今戦っているんですね。もうライバル同士ということになりましたが、はい、ブロックアウトです。さあ第2セットは1対1、第1セットは新日鉄が取っております。サーバーは楠木、大阪商大出身、197センチ。いいサーブです。新日鉄コートに帰る、上田、アウトか、ワンタッチはありません。新日鉄2点目。今日の試合のポイントとして田中監督はまずやっぱりサーブで崩したいというふうにおっしゃっていましたが、その辺はいかがでしょうかね、今日の立ち上がりは。はい、前半はサーブでよく崩しておりましたね。第1セットはね、第1セットはですね、第2セット入りまして互角ですね。そうですか。何かこう第1セットの後半は逆にちょっとね、崩されましたね。そうでしたね。真鍋とスタップバックアタック決まりました。篠木浩二郎のバックアタックであります。放送席、森本さん。はい、水谷さん、先ほどの放送席からの話もありましたけれども、第1セット、それからこの第2セットの頭総合してね、はい、両軍ベンチは中村雄三さんの話もまさにその通りで、いわゆるサーブの差、特に、辻愛馬コーチはですね、ちょっと後半手を抜いたわけじゃないんだけれども、リズムが合わなかったなと、その辺も引き締めたと。で逆に、裏返しになりますが、 NKK の、 小早川監督もダブリが 5,6 本あったんだけど、あれが点につながってない、その辺の差だろうと。ただ稲尾中心にリズムはいいし、もうすでに新日鉄の方も田中がアンダーシャツって言いますか、ウェアを変えるくらいにかなり汗をかいて、リズムは両チームとも良さそうだというのがまず立ち上がりですね。そうですか。コートサイドから水谷アナウンサーが伝えてくれましたが、今のお話を気になって、中村さんまさにおっしゃってる通りという感じですね。はい、そうですね。さあブロックをフォローしております、 NKK。 これが相手コートに返ってしまいました。真鍋が様子を伺っております。榊原、中村さんからお褒めの言葉がありました。この榊原、自信をつけましたね。そうですね、7年目、高校で大東高校の出身であります。ブロック、ブロックヒット、田中美希康、ストレートのね、よくブロック、はい、NKK がここで1回目の作戦タイムを取りました。第2セット、この放送は解説中村雄三さん、実況担当森本で、大阪市中央体育館から生中継でお送りしています。第1セットを取りました新日鉄が、第2セットも、さらに篠木のブロックポイントが出まして5対1とリードしております。この第2セットの序盤であります。これで NKK ミスが出まして6対1と新日鉄のリードが広がっています。 NKK は、ね、前半頑張らないといけませんね。そうですね、前半離されてはいけません。後半にね、1セットもあれだけ追い上げる力を持っているんですから。第1セットもやはり立ち上がりリードされましたからね。はい、井上君のね、バックスパイク、これをもっとターズして新日鉄の守備を
崩さないといけませんね、はいはい、これが少ないです。さあサーバー澤田、この第2セットのスターティングシックスは NKK は澤田、笠間、古川、キャプテン野村、そして井上、小泉、新日鉄は江原、榊原、田中、木の木、上田、真鍋、新日鉄はベストメンバーです。 NKK は第1セットは、若手の川端が出ておりますが、このセットはベテランの野村を入れております。今度は引っかかりました。まあ、このジャンピングサーブというのは中村さん、ある程度こう引っかかるというのはしょうがないでしょうかね。はい、危険率は、ね、高いんですが、でも相手を崩すためには非常に効果的に ね。古川上げて小泉、よくフォローしています真鍋、木の木走り込んで、ああブロックだ、ブロックです。この長身のセンタープレーヤーの笠間、194センチあります。さあ古川のサーブ、木の木、これは決まりました。強烈です。今日はかなり長身じゃないでしょうかね。調子いいですね。大きく左へ振りました。さあ彼の課題はいいトスはもう十分打っていけるんですね。ちょっとトスが崩れた時にどう逃げていくか、ね、これからの課題でしょうね。野村のフェイント、これを拾っております。さあアタックラインの後ろから田中、ああ決めましたね。これはもう全盛期の田中、全く変わりませんね。素晴らしい。この間をまた綺麗にね、はい、まあ、新日鉄をよくこう鉄人というふうにね我々は形容するんですが、この人のためにあるような言葉ですね、はい、鉄人です、まさに鉄人です。さあ若手の篠木も頑張っておりますが、笠間ちょっと弱い、真鍋上げてまた田中はフェイント、見事に決まりました。あれはねよくこう見ているんですよ相手をね、後ろにこう動きを見て、ね、はい、構えたなということを確かめて前をね、はい、狙いました。これで新日鉄が8対2としたところで、 NKK 小早川監督が2回目の作戦タイムを取りました。第2セット、第1セットは新日鉄が取っております。さあこちら新日鉄は辻合コーチがタイムを取り、そしてまあ田中監督が気がついたことを言うというふうなシステムを取っております。左側に見えているのがトレーナーを着た人が辻合コーチであります。そして一番右側に見えているのが田中監督。私も監督兼選手でやりましたけど、はい、監督がコートの中におるというのは非常に楽ですよね。あ、なるほど。常に指示が与えられますからね、これが一番戦うのには私は戦いやすいと思います。なるほどね、はい、まあ、しかもまたこう身をもって示すという意味でも、こうね、そうです、周りの選手たちに対する刺激みたいなものね、はい、もう率先垂範はできますしね、はい。さあ江原がサーブに下がって現在8対2と新日鉄がリードしております。あ、伸びました。古川に帰りません。真鍋がブロックしてこれで9点目、サーブで崩してきましたね。新日鉄のサーブが非常にいいですね。特に江原君のサーブはもう1セット目からいいんですよね。これ、これもワンタッチはありません。1人時間差を見せましたこの笠間ですが、アウトでやります。さあこのベテランに変えまして桑原を使います。この桑原は今シーズンが3年目であります。国士舘大学の出身です。よく拾っております。繋ぎ切ることができるか。フェイント、桑原のフェイントです。さあ上田、あ、ブロックされた。止めたのは小泉でしょうか。この桑原選手もジャンプのいい選手です、最高到達点330センチ。井上君ですね。井上が決めました、さあご覧いただきましょう。右手に当たっております。かなり汗をかいております。まあコートサイドから三谷アナウンサーが情報を入れてくれましたが、今日はちょっと外が雨ということでだいぶ蒸し暑くなっております。上田一人時間差、もうブロックがタイミングが完全に外れてますね、はい、一人時間差の一番ポイントは入る速さですね。あ、なるほど。早く入らないと、ブロックが引っかかってこないんですね、はい、
さあ NKK が若手をどんどん使ってまいりまして、今度は新井が出てまいりました。188センチ、この人は東北高校の出身であります。やっぱりあの NKK はどんどん選手を変えて突破口を開こうという作戦ですね。なるほど。右から上田よく拾っております。さあ井上、これが長い、これが長すぎました。井上なかなかこう NKK が詰められませんね、得点を。ちょっと新日鉄ペースになってきます。そうです。はい、上田、これは長すぎました。まあしかしこの人のサーブっていうのは本当見てて気持ちがいいですね、はい、豪快ですよね、ああこれまた一人時間差。今度は坂木原、今なんかもなかなかこううまく、はい、うまく入っております。タイミング早い。そうですね。あっとこれはローテーションでしょうか、邪魔をしたということですね。あのボールの筋に入って手を上げますとね。あ、なるほど、はい、スクリーンの、はい、スクリーンですね、はい、あのボールの来るところに手を上げたらいけない。手を上げ、そうですね、筋にいてもいいんですけど、行為に手を上げたらこれは反則ですね。いわゆるこうスクリーンと言ってですね、そうです、はい、妨害したということですね。まあ、あの審判は山岸さんと言いましてね、はい、世界で10人のうちの1人の ね、エースの審判ですからね。もうこの試合の主審が山岸則夫さん、副審が柿木明さんであります。 NKK のサーブに変わりましたが、川田、これは見事に決めました。4年目の澤田、26歳です。さあここで新日鉄辻合コーチがタイムを取りました。まあ、今指が見えました。これ田中監督の指です。田中監督が自らこう注意を与えます。どうでしょう、まあ、先ほどのセットもこうやってちょっとこう、まあ、言葉はよくありますが中だるみみたいな感じのところがありましたですね。中だるみを、1セットの中だるみをこう防ぎにかかったわけですね、作戦タイムで。で田中君が今この指示を各選手に与えているわけですね、はい、今ね、はい、まあ、田中監督と辻合コーチは同期ということで、はい、まあ、2人で、まあ、一時代を築きましたからね、はい、2人ね。放送席森本さん、はい、三谷さん、まあ、今のあの新日鉄側の作戦タイムはちょっと流れを変えるというかね、まあ、スクリーンってあのサーブの時に邪魔をしちゃいけないという一つのルールに違反してるわけですから、ルール通りなんですが、なかなか場内の皆さんに説明ができなくて、実はですね、点を挙げた方の NKK の小早川監督が場内アナウンスのお嬢さんに早く説明してください、こういうふうに言うんです、こういうふうに言ってください、はい、よくできましたというようなことでね、なかなかその点差に関係なく、あの NKK のベンチも盛り上がってますよ。そうですか。今日はコートサイドから水谷アナウンサーがいろいろと情報を伝えてくれることになっておりますが、さあ NKK が今10-4と、6ポイント差追い上げようというところでやります。澤田のサーブが続いております。第2セット、おっと田中思わず手を出しました。サーブポイントで10-5、迷いましたね、アウト、迷いましたね、はい、手出すのが遅い。また田中を狙います。ネット際よく打ちました。高木原よく打ちました。今もちょっと危なかったですかね。危なかったですね。ネットに、取り付けました特製 の小型カメラでご覧いただいておりますが、まあ、この画面でまたあのネット際の攻防などをご覧いただこうと思っております。5点差です。おっと乱れました。ちょっと辻合監督も苦笑いです。辻合コーチも苦笑い。さあサイドアウトになって NKK 上田ブロック、繋いでおります。よく繋いだ。時間差、あこのボールが返らないか。珍しい、エハランしては珍しいですね。エハラにしては珍しいミスです。10-6。
また追い上げの NKK、 サーブで崩します。今度は決めました。江原も名誉挽回と。この江原君はね、クイックよろしい、またオープンよろしい、サーブよろしい、本当にこう3拍子も4拍子も揃った選手です。そうですね、本当こうもうプロ投げするプレーが、はい、プロ投げしますね。もう新井が大活躍で、もう今ベンチの選手たちと元気あります。はい、あいつは元気ありますね。場内のもうお客さんが大喜びであります。今度は楠木の時間差、ちょっとこう新日鉄ペースになっているときは、ああいう元気のある選手が出てこないといけませんね。非常にこう見ていても ね盛り上がりを感じますね。いいす、はい、10対6になっております。第2セット、ワンハンドコストをうまくいきます。井上195センチ、オリンピック代表であります。さあ新井のサーブ、あーいいサーブです。あーこれはホールディングか、ネットギリギリのサーブです。そうですね、見事な。この新井がなんか入ってから急に元気になってきましたね、はい、急にムードが変わりました。はい、188センチ、まあ、こういう風にちょっとミスをしても腐るところが全くありませんね、はい、さあ今度は上田のジャンピングサーブです。これはいい、決まった、これがありますからね、この人の場合は、ね、この一発がありますからね、これは気をつけないといけませんよ。大分の試合では14対10からこの上田のサーブで一挙6ポイントを取りました。まあ当時の話をしますと、中村さん、ちょうど全勝同士で、まあ、どちらがこう、ね、優勝戦線にトップに出るかという試合だったですからね、はい、このリーグの、ね、一つのポイントだったですね。ですね、頭に当たりました。古川トスアップ、あーとこは流してきた、古川君にしては珍しいですね、トスミスですね、古川のトスミス、11対7です。バラバラサーブ、今度はサイドアウト、まあ、その時の、まあ、話をしますと、小早川監督 NKK の方はもうあれが乗り切れるところで乗り切れなかったと、でも結局ずるずると、まあ、今4敗してるわけなんですが、4敗してしまったと、はい、いうことをおっしゃっていました。あれ出足はね、NKK も非常に良かった、ね、あそこを乗り切ったらね、タイトルの、ね、道が開けたんですが、あそこでつまずきましたね。富士の連敗をストップして、まあ、本当は波に乗らなきゃいけなかったのにというふうにおっしゃっていましたが、はいはい、そこは新日鉄に抑えられましたからね。レッコから江原が打ちました。さあこの江原のスパイク、スリーポイントとして第2セット、バックへ井上、バックアタック、ただ拾った、ちょっと少しがネット際だ、今はどういう判定か、やはり1つが長すぎました。さあ NKK はメンバーが変わります。津田原が出てまいりました。沢田に変えて津田原、ピンチサーバーです。これで津田原と呼びます。最後全部自分だぞ、のまたバックから井上、でもよく打ちましたね、今2人で ね、 したね、2人ぶつかりました、2人ちょっとこれ、あ、乗りかかられたような感じだったんですが、今の攻撃がいいんですよね、あの攻撃をもっと使わないといけません。さあ2ポイント差、追い上げる NKK です。新日鉄ここは長ければいけませんが、アウトです。新日鉄の方は後半ちょっと点取るのが遅いですね、だから NKK の方も十分つける隙はありますね、まあ、パターンとしてはこう第1セットと同じような感じになってきましたですね。同じパターンですね。さてベテランの尾形キャプテンが出てまいりまして、ピンチサーバーです。
尾形は昨日の練習の時は非常に好調でした。さあいいレシーブだ。上田がセンターから3枚アライが待っております。ブロックしたアウト。アライ君はなかなか今日はいいですね。いいですね。このアラインが入ってから KK にこう流れが徐々に変わってきたような感じですね。ムードも変わりました、ムードメーカーですね。ムードメーカーですね。ワンハント原返します。ナイスレシーブ。もう1回原、これもつなぐ。アライ決まった。アライが決めました。ベンチ総立ち。 MKK ベンチ総立ち。見事です。あちょっと筋合いコーチも表情がだいぶ厳しくなってまいりました。わずかに1点差。中村さんどうですか、田中監督の顔、表情は、ちょっと余裕がなくなってきましたね。そうですね。出足とね、ちょっと厳しい顔になりました、NKK もしかし今優勝戦線から脱落したとはいえこの辺がさすがですね。そうですね。 NKK もね勝ってはね日本のこのリーグにおいても3連覇もしたチームですし、はい、なかなか簡単には引き下がらないですよ ね。 そうですね。名門です。43年から45年まで3連覇、そしてその後47年52年と優勝しております。5回の優勝を誇ります NKK。 一方の新日鉄は過去優勝9回、6年ぶり10回目の優勝を狙っております。サーバー江原、さあこれは拾えそうだ。真鍋上げる、篠木だ。長すぎました。この一発ですね。この一発が決まるとこれはね大エースですね。はい、段差、これも拾います。倒れながらも拾う。アライだ。またアライが俺に来いと言いました。決めた。アライが走り回ります。素晴らしい活躍ですね。これはフライブロックをよくねインコースに打ちました、空中でね体をひねっております。そうですね。さあまた高木原がコートに戻って、尾形がベンチに下がりました。ベテランの尾形ベンチに下がって桑原のサーブでやります。11対11、同点。上田進みがうた決まりました。さあここからまた NKK が逆転できるかというところですね。はい、ここで踏ん張れるかどうか、この辺がチームのね、そうですね、一つのこの強さですよね。篠木のサーブです。右へ行った。アライが今度はライトから打ちました。ライトからレフトからもう見事な活躍でやります。さあ野田原が前衛に来ましたので澤田が戻ります。前衛が井上、澤田、そして手前ベテランキャプテンの野村。さあ元気者のアライ、アライのサーブでしたがこれを決める上田。11対11、ここから膠着状態。どちらが抜け出すでしょうか。さあ2年目の上田、ジャンピングサーブ長い、わずかに長かった。さあキャプテン野村、ブロックか。ついに逆転です。NKK ついに逆転。おっと、ちょっとミスが差し続きましたね。きましたね。さあ NKK が逆転です。13対11、野村のサーブが続きます。田中幹康、ここはやはりベテランですね。ベテランですね。大黒柱です。試合のこもったね。さあ田中、表情が険しくなってまいりました。ワンハント
サーバーのスパイクを拾う。さあ真鍋、予想をかかって江原、ブロック、ちょっと点が取れませんね。NKK のね、ブロックもいいです。さあ井上のサーブです。サウスポーからの井上のサーブ、江原、これも上げます。澤田が待っております。帰るか、よく返した、上田、タイミングが合わない、ネットタッチか、ネットタッチが出ましたね。ネットタッチがありました。古川か、これはファインプレーですね。上田君の大ファインプレー、最後ね、ショートのレシーブでした。小早川監督も残念そう。さあ田中がサーブに下がります。13対11、 NKK2 ポイントのリードであります。バックアタック井上、止められない、さすが井上君です。見事なバックアタック、このバックアタックもう全部決まっていますよ。今そうですね、今日は井上のバックアタック絶好調。これは長すぎた、澤田、あ、新日鉄榊原がサーブに下がっております。洗いだ、コートに落ちておりました。洗いも非常に決定率が高いですね。決定率高いです。 100% 今決まっております。さあ古川のサーブです。篠木投げます、洗い粘っている、ついに第2セットセットポイント、 NKK セットポイント。第1セットは新日鉄が取りましたが、第2セット NKK がセットポイントを握っております。帰るか、帰りません。守りもいいですね、守備が非常に良くなりました。まあ、新日鉄の真鍋選手に聞きますと、とにかくレシーブは去年よりも数段上じゃないですかというふうに NKK を褒めておりましたが、あの守りのいいチームですよね。そうですね。さあ1回目のセットポイントは逃れました。新日鉄、これも決めてきます。新井が大活躍、新井デーですね。そうですね、この人が入ってからも全く流れが変わりましたからね。この笑顔とね、この動き、これにこうムードを作りましたね。さあ桑原、桑原のサーブです。植田決めました。やっぱりね、ベンチもね、 NKK のベンチも非常にいいです。大工のようなもう若い人をすぐスイッチしましたね。そうでしたね、放送しましたね。井上決めます。セットポイントを迎えます。 NKK です。まだ3ポイント差あります。まあ、ある意味では優勝がなくなったので、まあ若手に切り替えるという意味もあるのかと思ったんですが、逆にこう試合の流れがね、もう、はい、もう NKK ペースですね。上田、それとやはりですね、やはり、新日鉄と NKK のは鉄の同業者ですので、そういうライバルもね、選手は非常にこう強く持っておりますよね。そういう意味でもね、あのチームだけには負けなかったわ。そうです、そうです。今度は拾った、ネット際、田中上げて、あっ、逆に井上が落としました。井上のこの今日の試合の入り方もいつもにも増しているような感じがいたします。7番、小早川監督の大きな声が聞こえました。田中、田中マーク、さあ投げるか、沢田が待っている、沢田、ブロック、ブロック、田中君の執念ですね。さすがですね、田中が決めます。ブロックでサイドアウト、新日鉄、真鍋、また沢田、高い、今度は高い、さあ井上がサーブに下がります。田中、右へ回り込んでの時間差、ベテランの田中、やはりこう苦しい時に田中という存在があるというのはね、はい、そうですね、精神的にもこの、ね、田中がおるということは一つの、ね、柱になっておりますから。さあ田中が後衛に下がります、サーブに下がります。さあその田中、
真鍋上げて右から楠木どうだアウトかアウトですアウトですこれをミスしてはいけませんねこのチャンスボールを、はい、このチャンスボールを逃がすようだとちょっと逆転は難しいですねなかなかこう点差を詰められません逆にまたセットポイントああ決まりましたこの後で何とかしなきゃいけませんね、はい、14対11からポイントが動かなくなりました、まあ、攻撃者が2人レフトに新井君ねマークするべきですよああ新井よね、はい、新井に今日はかなり決められていますこの新井だ拾ったさあ真鍋見ている上田が待っています上田だ上田どうだワンタッチやありませ ん、ね、ここへ来てまた2つミスというのは痛いです ね、はい、ですねそれで14、13ですもんねちょっと新日鉄ミスが点取るべきところを取らないですね江原決めましたおっとアウトかアウトですかワンタッチありませんアウトですついに第2セットは15対11第2セット15対11 LKK が取り返してこれでセットカウント1対1になりましたこの放送は解説中村雄三さんそしてコートサイズ情報水谷アナウンサー実況担当森本で大阪市中央体育館から実況生中継でお送りしていますミュンヘンオリンピックゴールドメダリスト中村雄三さんの解説でお送りしております大阪市中央体育館の日本バレーボールリーグ男子LKK と新日鉄の試合セットカウント1対1でこれから第3セットに入ります中村さん、はいまあ、新日鉄の田中監督が、まあ、ちょっとこう硬くなるかもしれないというふうなことを昨日おっしゃっていたんですがその辺どうなんでしょうね硬さは私はないと思いますそうですか、はい、ただやはりこう NKK はやはり名門のチームですし練習もよく積んできているチームですからね、簡単にはいくチームと違いますよねなるほどねそういう予想は立っておりましたね、まあ、逆に NKK の場合は小早川監督が、今シーズンはとにかく大胆なバレーをやりたいと、うんまあ、去年2位で今年は2年目ということもありますですが、そういうことを言っていたんですが、まあ、これで優勝がちょっとこう可能性がなくなったということで、変なプレッシャーがなくなったし思い切っていけると初心に勝ってうちのバレーができるんだということをおっしゃってましたがなんかその通りのような感じですね、それがセットの後半出ましたね、若手にね切り替えてそれが当たりましたね割り当たりましたね、まあ、小早川監督は、富士に敗れて3敗目を喫した段階で、優勝なしと諦めて、まあ、髪を短く刈り上げましたご覧の方が小早川監督放送席森本さん、はい、さんその小早監督が、今のセットを振り返ってとにかく若者ですねつまり新井の怖さ知らずだとで実は長いことゲームは肩を痛めて出てなかったんですよねそうですね、バレーってこんなもんですよ怖さ知らずの若者の強さです一言言ってました水谷アナウンサーが伝えてくれましたが、まあ、新井が入って中村さん完全に流れが変わりましたね流れ変わりましたこのハツラツとしたねこのプレーが交換の重いペースを一変に明るくしましたねそうですねさあこのセットはその新井がスターティング6の中に名を連ねておりますもうちょっとこう顔を見ておりましたも楽しくてしょうがないといった感じさあ真鍋のサーブで第3セットが始まりますセットカウント1対1井上が決めてすぐにサーブ権を取りますこれで新日鉄が受け身に回ったらいけませんあ、はい、受け身に回ったら危ないですねどんどん攻める気持ちでしょうね、はい、ワンタッチありました大阪市中央体育館から生中継でお送りしております新日鉄はサーバー監督の田中幹康澤田江原ですライトから江原これもよく拾っております井上ナイスレシーブまた井上田中つなぐ真鍋上げる右から江原新日鉄がまずワンポイント井上一人時間差ブロックアウトを誘いました今日はなかなかこう井上好調じゃないですか好調ですねこの選手もオリンピックからこちらへ力をつけてきましたね、ベテラン野村ナイスレシーブ井上バックアタック古川返します真鍋が返す井上フェイントバックからのフェイント
NKK 1対1に追いつきました。これが NKK の、ね、得意技です。この上の井上君の、ね、バックからの攻撃ですね。今日はこれでかなり相手の守備をね、乱しました。新日鉄の守備を崩しております。新日鉄がサーブ権を取り返しまして、サーバーは坂木原です。1対1、また井上だ。井上のバックアタック、今日は本当にこれがよく決まりますね、はい、新日鉄のマークもちょっと薄いですね今日は。前 の、 あの大分の1回戦の時はかなりこう井上必要なマークしてましたがね、必要なマークがありましたけど、今日はマークをあまりやっておりませんね。こちらは上田、うまく落としました上田。サーバーは江原です。あ、なかなかいいサーブだ。バックアタック、これはどうだ、アウトか。ポイントです。私はもっともっとミスを怖がらなくてもっと使ったらいいと思いますね。そうですか、もう NKK のこの攻撃のはですね、 NKK のそしてポイントですか、さあこれで新日鉄がフリーポイント3対1にしました。また井上バックのフェイント、これが落ちました。こんなにこうタイミングが狂っていてもですね、守備がですねうまくできないんですね。全然止めませんでしたね、はい、今の、効果的です。古川のサーブです。上田、前衛に上田、真鍋、田中通ります。上田が今決めました。新井です。あ、この新井ちょっとタイミングはブロックのタイミングはちょっと早いですね。あ、少し絞って新日鉄のブロックは行くべきですね、まあ、おそらくこうデータの中にこの新井選手のことは入ってなかったんじゃないでしょうかね、ビデオやね、データにはなかったからちょっとこう対応が遅いですね。そうですね、バックから決まりました。ギリ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 、まあ、ちょっと第2セットミスがありましたが、ここはきっちり決めてきました。さあ上田のジャンピングサーブが見られます。上田が待っております。井上、本当に今日は井上冴えております。3対1です。第3セット、さあ田中、おっとこれがアウト、田中ミス、これで3対2。33歳の田中幹康、大きな声を出した坂木原、ものすごい声を出して手がかかっております、坂木原の、ね、7年目ですがよく練習を積んできました。まあ、遅咲きがようやく花開いているという感じですね、はい、大器晩成でね、はい、田畑です。さあ2段右から野村、まあ、キャプテンの野村、30歳のベテランであります、まあ、小早川監督もこの野村が非常によくやってくれているというふうに褒めておりました。このベテランの野村、時間差、田中、おっとタッチネット、井上が相手コートに入ってしまいました。井上が相手コートに入って倒れたもんですから、新日鉄の選手がその汗を拭いております、はい、今日はねちょっとこう館内大観衆ですから、そうですね、蒸し暑くて選手も汗びっしょりですね。まあ、外は雨も降っておりますし、お客さんの数がなんせ多いもんですからね、本当にたくさんのお客さんが入っております。まあ、なかなかこの第3セットは抜け出せません両チーム、まあ、ある意味ではこの試合の大きなポイントかも分かりませんね。ポイントですね、このセットがね。また大きな声を出して坂木原、
1人時間差ですね、はい、さあその高木原、おっとし長すぎました。さあ NKK は澤田のジャンピングサーブ、これもネットに引っかかった。3対2からポイントが動きません。セットカウントは1対1です。第3セット、江原のふわっとしたサーブです。2アタック、ああ珍しい、今度は2アタック。この古川は藤沢商業から順天堂大学を出まして5年目。今度は真鍋が返したが、これは読まれておりました。さあ荒井だ、これが決めます。元気者荒井、高いブロックをね、新日鉄の高いブロックをぶち抜いていきます ね。植田、これは決まりました。平均身長で、まあ、レギュラーの平均身長で5センチ以上差があるわけですからね。新日鉄は 192.5 センチ、 NKK は 187.3 センチであります。まあ、ちょっと今メンバーが入れ替わっておりますが、なりました、エースですね、さすがエースです。さあこれで新日鉄は4対3とまたワンポイント、よくボールを見て打っております。はい、最後までボールを目を離しておりませんね。荒井です、ワンタッチありました。ベテランの笠間がサーブに下がりました。よく殺しております。フェイント、ナイスレシーブです。井上、強烈、これで4対4、同点です。さあ井上の今のスパイク、ドンピシャリ、エースですね、 NKK のエース、さすがエース、お互いこうね、エースを使ってきます。はい、笠間サーブミスで、ここでねサーブをミスしてはいけません。ちょっとベテランがね、はい、ここでますとチームのすぐに切りますからね。そうですね。さあ上田、センターに帰らない、荒井だ、押し合った、とノーカウントでしょうか。レフリー山井さん、ネット際で押し合いました。ノーカウント。今度は古川に帰りました。さあチャンスだ、高木原、野村が上げて、さあまた荒井です。荒井、今度は拾いました。真鍋、誰に振るか、上田ブロック、野村が上げる、また荒井だ、ああ決まりました。いや今日は本当によく決まりますね、この荒井ですね。こういう選手が出てきますとチームは心強いですよ。もうあそこに全部開けとけばいいんですから。そうですね、こう一躍何かこう彗星のごとく踊り出したといった感じですね。ラッキーボーイです。はい、ベテラン田中、新日鉄側から見ますとね、もう計算できない選手が出てくると計算ないでしょうね、辛いですよね、ゲームが。セットカウント1対1で、この第3セットは4対4、全くの互角。あっと、サーブ、サーブポイント、サーブポイントですね。新日鉄5対4、真鍋が崩しました。頭を狙ってます。さあ沢田アウト、いやワンタッチがあったか、ああ副審の滝井さんがワンタッチがあったということでやります。それはないよという顔をしております田中監督をはじめとする新日鉄のメンバーでありますが、しかしサイドアウト、江原よく上げましたがダメ。さあ5対4からどちらが抜け出せるか。井上です。
打双方とも我慢ですね。我慢しないといけません。ミスをしてはいけませんよ。1、2セットのようにこう新日鉄が抜け出てという感じではないですもんね。このセットはブロックアウト。サーバーは高木原。小原が待っております。ブロックは田中がポイントに結びつきませんね。自分のバー。さあ澤田のジャンピングサーブです。速攻が決まりました。上田高いですね。高いですね。この速攻の高さ胸まで出ておりますね、はい、上田選手はなんですか、体もかなり柔らかくなったということで、あの思考といいましてね、はい、腕を伸ばしての高さがかなり高くなったそうですね。ちょっと新井君をマークしてかかればいいわけです。ああ新井よね。新井君を止めにかかればですね、うまくゲームが運ぶができるんですよね。よしとサービスエース、サービスエースが出ました。さあ今のサーブされました。さあここで小早川監督が作戦タイムを取りました。この放送は解説中村雄三さん、コートサイド情報水谷アナウンサー、実況担当森本で、大阪市中央体育館から実況を生中継でお送りしています。タイムアウトが明けまして1点を返した NKK、 現在6対5になっております。新日鉄のリードは1ポイント、ブロックポイントで1点を返して6対5、NKK も引き離されまいと必死に追いすがっております。第3セットであります。第1セットは新日鉄、そして第2セットは逆に NKK が取りました。第3セットは6対5と接戦です。さあ新日鉄サーバーは真鍋、井上速攻決まりました。非常に気合が入っております今日の井上、いわゆるCクイックであります。今度は田中、本当高いですね田中はね。クイックで、やり返す、クイックでやり返す、双方ともね、はい、もう両方の意地もかなり見られますね。気合がかかっておりますね。時間差沢田、さあこれはチャンスだ新日鉄。走り込んでおいて原、なりました。この移動がいいんですよね。沈めました、はい、この江原の動きをご覧ください。レフトからライト入ってきましたから ね、 そうですね、動きが大きいです。田中のサーブ現在7対6であります。沢田つなぎきれませんでした。真鍋ちょっと顔をしかめておりますが、まあ、沢田も今年4年目であります。サーバー井上、からの江原の攻撃ですが、これは拾った。ここは沢田が待っている。真鍋ボレシーブです。あっと相手コートに帰った。沢田ジャンピングトスから古津川、あっとこれがアウト。これは助かりました。新日鉄は助かりましたね。助かりましたね。これは NKK はボンミスですよ。さあこれを生かせるか新日鉄やります。バックアタック、井上の得意のバックアタック。今日は本当これがよく決まってますもんね、はい、このバックスパイクはもう本当にこうよく決まっております。 100% 決まっております。ほとんど決まってますもんね。さあ真鍋が上げて上田の速攻、これはブロックアウト。新日鉄のちょっと苦戦はですね、ブロックが止まってないんですよね。ブロックポイントが少ないんですよね。本来の高さのね、はい、高さの鉄のブロックが今日は出ておりません、はい、新井です。このブロックをですね決めないと
新鉄の方が苦戦ですよ。なかなか中村さん、この洗いが止まりませんね。止まりませんね。ちょっとタイミング早いです、放送席、はい、水谷さんどうぞ。洗いを止める方法をね、新日鉄のベンチに話をいろいろ聞いたんですが、彼は久しぶりに出てきて考えずに、よく言えば無心で打ってると。でそのうちに考え出したら止まるだろうと。でブロックの方、新日鉄は止めにかかると裏をかかれる。ちょっと今のところ手がないですが、そのうちに止めますよって言ってますね。そうですか。あ、ちょっとこう手上げてきた感じですね。水谷アナウンサーが伝えてくれましたが、さあ新日鉄が追い上げられて1点のリードということなんですが、ベンチでですね、タイミングとか間とかそういうものを早く見極めない、そのうちじゃ負けてしまったらそのうちになってしまいますからね。これはいけません。そのうち止まりますよって、そんな悠長なことを試合に言ってたら大変なことになりますからね。やはりなんとか、ね、大事なことはどうして止まらないかという分析を早くベンチでやらないといけませんね。選手は中で必死になってやっておりますのでね、こんな悠長なことを言っとったら新日鉄のベンチはダメですよ。そうですか。さあ新日鉄が第3セット、なかなかこう抜け出ることができません。ワンポイント差、わずかに1点のリードであります。上田、後ろへ回り込んでの速攻が出ました。上田、楠木のサーブです。洗いだ、これは拾った、田中上げる。さあ NKK は野村、キャプテン野村、で繋いだ、江原返します。いいラリーだ、これも拾いました、これも拾った。さあ野村、キャプテン野村、笠間上げて、今度は新井、新井が決めました。最後はやっぱり新井くんですね。本当すごいですね、今日の新井は。何かこう今までの力を今日のために取っといてるような、そんな感じですね。全部出してる感じですね。笠間のサーブです。速攻、あ、ナイスレシーブ、上田、ワンタッチありません、ワンタッチありません。7対7の同点です。第3セット7対7、セットカウント1対1です。第3セット、バックタッチが来ました。これは新井君ですね。また新井ですか。はい、新井君です。新井のブロックポイントが出ました。逆転、 NKK 逆転です。田中、これは決めます。ブロックを突き破る、田中のこの表情、はい、手がかかっておりますよ。ものすごい気合いです、はい、なかなかこういう表情というのはね、もうね見られません、さあ上田のサーブです。ジャンピングサーブです。さあ強いサーブだ、ブロック、田中、今までですね、榊原を10番の榊原を真ん中に置いておりました、今度は自ら真ん中に入って止めにかかりましたね、田中君は。ね、これだけ気合いかかってるんですね。あ、野村ですが、このブロックアウト。8対8の同点です。生中継でお送りしております。日本バレーボールリーグ男子の2回戦総当たりリーグの最終週です。今日明日、この大阪で総当たりリーグが終了します。現在第1位の新日鉄、そして第3位の MKK の対戦です。澤田、真鍋がフェイントで返す、もう一回澤田、ナイスレシーブです。さあ田中だ、新井がトスを上げて井上が待っております。井上、今のスパイクはすごいです。すごいですね、これは素晴らしいスパイクですね。さあベテランの小牧を入れました。さあ今の井上バックからですね。そうなんですよね。いや、私も久しぶりにね、こんな素晴らしいスパイク見ました。最後は右足、救済発揮。さあ新日鉄と今小牧が入りました。ブロックで出てまいりました小牧。
小牧が決めました。新日鉄もベテランを出してきましたね。出ました。この人も14年目、峰山高校の出身、京都の峰山高校の出身であります。超ベテランの小牧。さあ小牧止められるか。ブロックの上、アウト。アウトです。9対9。さあ前衛が江原、小牧、そして田中になっております。新日鉄さあ井上、厳しい表情です。この人が小牧。さあ小牧が踊りに飛んで田中、199センチ。そしてこの田中の方は195センチであります。さあ井上ジャンプトス、あーネット際。さあ植えた、あいや失礼、ヒノキです。ヒノキですね。ヒノキで決めました。ヒノキです。ちょっと小牧君が入ってちょっとムード変わりましたね。あベテランがこちらはね、ムード。さあ新日鉄ワンポイントのリード。ちょっとずつ流れ坂に見えましたが、あっとあっとタッチネット、ミスが出ましたね。ミスが出ました。ちょっとずつが流れたように見えたんですが、やはりちょっとネット際でした。さあ小早川監督が気合い揺れます。11対9であります。新日鉄が2ポイントのリード。生中継でお送りしております。大阪中央体育館の NKK と新日鉄の試合、ヘッドカウント1対1であります。この両チームはすでに最終順位決定リーグ17日から東京で行われますが、こちらへの出場を決めております。まあ、しかし優勝の可能性というのはこれはもう、中村さん、新日鉄と富士ということになりますかね。でも NKK もね、優勝は遠ざかったとはいえね、ここで一社を報いて来シーズンにつなげようというね、ベンチの気持ちよくわかります。しかもまあ今日この試合本当もう素晴らしい新しい力が出てきましたからね。はい、前哨のね、新日鉄どこが土をつけるかということでね。はい、さあ生中継でお送りしておりますこの大阪市中央体育館のゲーム、あと6分ほどでこの大阪市中央体育館からお別れしなくてはなりません。この試合が終わりますまでにまだかなり時間があるということが予想されますので、終わりまでお伝えすることができませんが、一つどうかご了承いただきたいと思います。さあ NKK もまたワンポイントかして1点差、11対10。まさにこの第3セットは中村さん、お互いこう全く離れないという感じですね。はい、もうこれがこの試合のポイントかも分かりますね。今度は決めてきました。ここ1、2点の取り合いですね、このゲームのね。さあ小牧がサーブに下がっております。199センチ、ツーアタック、ネット際、川田決めました。新日鉄は依然ブロックが止まりませんね。止まりませんね。新日鉄の一番いいところはこのブロックを止めていくというのがね、一つのパターンですからね。今日はその高さ、新日鉄の高さというのがちょっと生かされませんかね。高さのブロックが生かされておりません。さあ NKK は若手20歳の川端を出しました。第1セットは出ておりましたが、この川端久しぶりにコートに出てまいりました。ブロックされましたが、タックスオーキーブラック、またブラック、同点です。11対11。ちょっと辻合コーチも深刻な表情に変わってまいりました。右打った江原、レシーブしました。ナイスレシーブ、あっと荒木の前でボールがポトリと落ちました。ちょっと、こういうことをしておりますと、せっかくいいリズムを、ね、作っておる、そのリズムは切れてしまいますね。注意しないといけません。さあ慎重に狙います。江原、さあ、ライだ。さあ、ナイスレシーブ。もう一回ライです。止まらない。今度はかなりクロスで行きました。新井、東北高校の出身であります。この新井、5年目。
23歳です。11対11、古川のサーブです。上田速攻ブロック、もう一回上田、さあ渡辺ライバー止まった、このタイミングは早く覚えないといけません。バットは止めました。生中継でお送りしております、大阪市中央体育館の新日鉄と LKK の試合、1対1の第3セット、11対11、全くの互角。あと2分半ぐらいでこの大阪中央体育館からお別れしなくてはなりません。大変申し訳ございませんが、どうぞご了承いただきたいと思います。さあ新日鉄は尾形がコートに入りました。田中ワンタッチありました。新日鉄12点目。10点以降は田中さんにやっぱり行きますと言ってました。真鍋、まだまだ信頼しております。新井アウト、アウト、アウトですね、アウトです。13対11、一番大事なところにミスが出ましたね。13対11。さあ尾形のサーブ、さあ野村、キャプテン野村、ブロック、野村ブロック、ついに第3セットセットポイント。ここへ来て中村さん、ブロック、はい、ブロックが2本出ましたね、あれ新日鉄の一番良さいなプロブロックですからね、ブロックをタイミング合わせて止めにかからないといけません。さあライダー、今度は止まらない、今度は止まりません。しかしバレーボールはまだまだ分かりませんよ。そうなんですよね、14対11、まだまだ分かりません。さあセットポイント1回目逃れました。サーバー笠間、深いところを狙います。得点、上田が決めました。さあ2回目のセットポイントです。第3セット、さああと1分ほどでこの大阪市中央体育館からお別れです。大変申し訳ございません。なんとかこの第3セット蹴りがついてほしいんですが、あと1分でお別れです。さあ LKK は澤田がコートに入ります。澤田がコートに入りました。現在14対11、新日鉄がリードしております。この試合の結果につきましては、毎日放送ラジオの方で、6時からのザ・スポーツの方でお届けしたいと思います。1179kHz 毎日放送ラジオでこの結果をお伝えしたいと思います。どうぞご了承ください。あと残り30秒になりましたが、中村さん、はい、それにしてもまあ予想の通りの素晴らしい試合ですね、はい、もう内容のいい試合になりましたね。さあ新日鉄、これは決められるか、田中、第3セット新日鉄取りました。これでセットカウント2対1、セットカウント2対1になりまして、新日鉄の1セットアップ。中野さん、どうもありがとうございました、はいはい、それではこの辺で大阪中央体育館からお借りします。